この10月から11月にかけて重油の値段、うちは重油でお湯を沸かしてるんですけども、だいたい1割から1割5分ぐらい値段が販売店さんからの値段が上がってる感じですね。まあ、コロナ終わって、まあ、これからね、お客さんに増えてもらいたいなと思ってるところですんで、まあ、燃料費がそこでこの冬場上がるっていうのはね、大変苦しいところがね、あります。前年比でだいたい 50% 増ぐらい、経費ですね、なんですけども、燃料費なんですけども 50% 増ぐらいですけども、それがだいたい倍になるんじゃないかと。そこまではこの冬なんとか乗り切れるように対応はしていこうかなというふうに思ってます。だんだんなくなっていくんですよね。で、一応遠いですけど来てるんですけど、やっぱないと困るっていうことなんでね。だから値上がりしてても続けてほしいと思ってますけどね。